J-WAVE WOW MUSIC をお聴きの皆さん、こんばんは。ゴーゴーバニラズのボーカルギター牧達也です。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会 WOW MUSIC。 今日はウォンクのボーカル長塚健人さんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。もう4年5年ぐらいの付き合いになるんですけれども、とてもね紳士で歌もうまい、彼に今日はいろんなことを聞いてみたいなと思っております。J-WAVE WOW MUSIC、 今日はウォンクのボーカル長塚健人さんをお迎えしました。お願いします。久しぶり。お久々す。なんかこうやってね顔合わせるのはすげえ久々だからさ。いやもう変に緊張するわ、こういう場って。そうだね、もうプライベートで会ってたからね。今日は長塚健人さんと音楽にまつわるいろいろな話ができればいいなと思っております。健人が、まあ、音楽、まあ、好きだなっていうさ、うん、思ったのって何歳ぐらいの？一番最初は、まあ、姉がピアノやってて母親もピアノ上手で、なんか一緒にやりたいなってことでなんかバイオリンやらせてほしいっつって買ってもらったのが始まり で、 でも全然真面目にやんなくて超サボってて、高校1年ぐらいまで続けたけど最終的にバイオリンハマったの中3とかだったから。え、でもそんなやってたんだ。でも全然もうあれよ、行きたくなくて、レッスンに行きたくないからずっと続けてる。あーなるほどね。でも、うん、そこからなんか中3ぐらいになって、まあ、バンドが流行り始めて、いわゆる軽音楽部みたいな、うんうんうん、部活はなかったんだけど、なんかそのバンドの演奏をその文化祭でできます、うんうんうん、そのステージがありますみたいな、うん、で同級生と組んで、うん、でじゃあちょっとなんかやるかって時に、何やったの？お前歌ってくんねって言われて、うん、ああいいっすよって言って、ポルノグラフィティさんとかクロマニオンズさんとか、お粉雪とか歌ったわ、レミオロメンさんとか、おちょうどそれぐらい、そう時代的にも、そうそうそう、すごいね。そうでもなんか外部のライブの時とかはなんか、うんうん、なんだっけ、ボブマーリーやったりサム・フォーディーはやったりみたいな、結構めちゃくちゃないろんなことやってた。あでも割とこうポピュラーなティーンな時期だね。なんかそのサムとかも、そうそうそう、結構メロコア系のパンクとかも聴いてたんだ。そっち結構ハマったんで。あそうなの。メロコアっていうか、まあロックメタル、うーん、ハードロックメタル、そっちの方にめっちゃハマっちゃったから。似合うわ顔が。顔がね濃いだけね、こういうヒゲ面でロン毛いるからね、確かにメタル似合うなもうずっとボーカル。いや最初ボーカルやってて、でも途中からなぜかドラマーやってました、うん、マジでドラムやってた。あやっぱなんか先週のクロイも、うん、もう最初ドラムから入ってて、ボーカリストが多分ドラムから歌に行くみたいな結構あるんだろうね。あるのかな、うん、でそのウォンクのメンバーと出会ったのはどういう？うちのバンドのベースは実はその高1の時にお互いが行ってる高校がまあ近かったっていうのもあって、うん、まあ、一緒になんか知り合って、うん、サム41とか、うん、そっちの方のライブをやってた。あ2人で、あそう、2人と他の4人とかで、他のメンバーとやってて、でそっからまあ大学バラバラなとこ行って全然連絡取んなくなって、うん、俺もなんか料理やりたいなとか思って料理ばっかやってて、ね、でも音楽活動みたいなものを週末ライブするみたいなの結構やってて、うん、でもその時はその知り合いの年上の、まあ、いわゆるジャズのプレイヤーの人たちとバンドを組んで、うん、でなんかいろんなライブ出て、そこはちっちゃいフェスとか、なんでこうジャズの方にさ、自分がボーカルとして歌いたいのってなんだろうなって思った時に、19、20歳ぐらいの時にこう、まあいろんないい音楽との出会いみたいなのがあって、でそこからジャズいいなと思って、でジャズソウル R&B の方向にすごくハマっていったっていうのがあって、やっぱロックメタルとかって好きだけど演奏するもんじゃない感覚がすごくあったから、絶対そういう声質じゃないし僕は。そうだね、そうだからそっちの方面にハマっていってやり始めたら、でそれでなんか巡り巡ってその同級生の同世代の他の大学のところの人たちにこう噂が広まって、で出てよみたいな感じでいくつか呼んで出るようになって、いわゆる企画バンドとかになって、でそれで最終的にウォンクメンバーに。はあ、じゃあ大学時代って感じ。そうです。そんななんかね、ケントの音楽の人生に影響を与えたボーカル、はい、のなんか印象的な一曲、ダニ・ハサウェイの、うん、A Song for You。
まあ、そもそも歌が死ぬほど上手くて、うん、ソウルフルで自由でっていうのがあったんだけど、何よりもすごいなと思ったのが、うん、その聞いた音源がライブ版だったんですよ。ライブ版でこんなやばい歌歌う人いるのと思う。あと思わずに聞いてたってこと最初。もう言うなればその今の音源って割とこう整理されてるじゃないですか、うん、あ、そうだね、うん、でもそれが全くなくて、うんうんうん、もうなんか聴衆の声とか拍手とかめっちゃ入ってる、はいはい、ね、その中で繰り広げられるあの絶大なパワーとエネルギーね、表現力、うんうん、ダイナミクスどうなってんのみたいないや、あるある、よくある、そういうの、うん、でもう彼がの歌がもうなんて言うんだろう、もうジャンルっていうか、なんかもうそんなそんななんかちまちました世界でこうくくれないなっていうぐらいこうでかい衝撃を受けて。続いては楽曲制作について伺いたいと思います。まあ、ウォンクは曲作りはどんな感じでやってる？はい、基本的に僕は作詞と歌のメロは大体考えてて、うんうん、まあドラマーのリーダーの新田も、うん、まあ、メロは半分ぐらい考えてるって感じなんですけど、うんうん、他の部分の楽曲のその進行を決めたりとか、うんうん、いろんな要素に関してはもう他のメンバーが全部やってて、それはインストで曲が来てそれを自分の中でこうメロで乗っけていくって感じとか、まあ、結構曲によって作り方がバラバラで、うちのリーダーの新田がビート組んじゃってその上で歌うみたいなのもあるし、うん、この間アートレスっていう、まあ、EP っていうか、まあ、うん、アルバム出したんですけど、うんうんうん、そのアルバムとかは合宿してみんなで先に歌詞を持っていって、うん、そうで、その歌詞の世界観に合わせるようにギターとかピアノを最初につけるっていうか、こう弾きながらその上でこう一緒に歌いながらメロを考えていって、で組み上げていってみたいなのをやって、初めてじゃないかなそれは、視線でやったの感じで。その時 もう歌詞だけを持っていくって感じだ、メロディーとかまず決めずに。もう歌詞だけです。でこの歌詞がどういう歌詞なのかみたいな、あのいわゆるドロップボックスのペーパーとかドキュメントみたいなやつに、その歌詞のそのなんか世界観をこう表すような要素みたいな、がバーってあって、その下に歌詞がバーってあって、でそこにこう和訳もついててみたいな。はあ、それをみんなに見せる。みんなに見せる。すごいね、プレゼンみたいな、なんか。面白い。そう。でもなんかそうやって細かく伝えた方がプレイヤーたちもさ、そのバンドメンバーも理解しやすいから。そうなんです。割とじゃあスムーズにいった。いつもそんな感じなんで、うん、逆にこうなんだろう、それをこう汲み取ってから曲に落とし込むのはイメージが湧くからやりやすかったみたいなのが聞いたです。まあそうだよね。どうしてんですか、いつも一緒に作っちゃう。結構そのギター弾きがりないしてる。そうなの。ギター弾きながらメロ考えながら歌詞も考えるの、うんうん、考えちゃう。やばくねもう結構それが1セットになってて、一番最初の取っかかりが全部が同時で、そこからこう生まれてくるじゃん、だいたいこの言葉とかメロディーのここがフックになるなとかっていうのが、その弾き語りの中でまとまってきたら一回歌詞書くかも。でもうなんか徐々にこうトンネル掘っていくみたいな感じ。うわ、休憩してトンネル掘ってみたいなやり方なのよ。ちょっと僕の課題が楽器を弾けるようになるってことなんですよ。え、なんか弾けないの？全然弾けない、全然弾けない。でもバイオリンやってたわけだ。全然単音、まあ、ほぼ単音、和音弾けるけどえ、じゃあもうギターとかも弾かないの？でももうちょっといじるぐらいで、それであんまり曲使うことないんで。もうじゃあ料理だ、手を使うなら。あ、そうですコーラスを組むときにこう進行教えてって言われて、それをこう押しながらこう、ああここは平気これは平気みたいな感じの方がやるけど、でも多分さ、脳のさ作りがさ、こう料理もさ一個ずつのこうプロセスをさ、家庭で処理してってさ一個のも作るじゃん。だからなんかちょっと違うんじゃない？確かに。だからコーラスの整理とかね、コーラスの整理とか多分すっとうまいでしょコーラスつけるのはまあまあうまいんですけど、でミックスとかのさ、じゃあ音とかの抜き差しとかもなんかこう言ってすの？うち実はもう DIY バンドで、うちのベースが全部ミックスやってて、うん、すげえ。そうマスタリングも全部やってて、はあはあ、すごいこう言いやすいっていうか、みんなで楽曲作るときにコーラスの厚さとか、うん、この楽曲はその何声でいいんじゃないみたいな、うん、ここのコーラスは削ってメインは1本でみたいな、うんうん、でもう制作の段階でそれをもう決めちゃって、一応ここもまあ取っとくかぐらいなものだけ取っといて、うんうん、でミックスの段階でこう削ったりとかするっていうのがある。まあでも大体お互い分かってるから早いのか。そう、はい、強いね最速じゃん、だってもう。まあそうですね。ね、でもその英語が多いよね。英語が多いですね。それはさ、いや、英語ではできるってこと？もう英語、はい。すごいすごいのかな、別にいっぱいいますよね。すごいよ。僕ネイティブじゃないんで。
だからその文とかさ、はい、はこうネイティブの人に友達とかかなんかこう聞いたりするのじゃなくてもあいやもちろん自分で書いたやつの英語のチェックとかはネイティブにしてもらったりとかして、ここの表現はこうじゃないみたいなとか、ただ言いたいことはこう全部それまとまってるんで、なんかそのこれ直してっていうか、ここをこうこれで合ってるみたいな感じの聞き方をして全部整理するみたいなのはしてるっすね。じゃあその自分のこう作詞した曲で一番印象に残ってる曲って何ですか？アイズっていうアルバムがあって、それのタイトル楽曲でもあるんですけど、アイズっていう曲があって、アイズ。アイズってアルバム自体がそもそもその架空の SF 映画を自分たちでまあ脚本をこう書いて曲でこう表現していこうみたいな、トリで作ったアルバムなんですけど、いわゆるその映画のタイトルみたいな、タイトル曲みたいなのを作るときにどういう表現したらいいかみたいな、映画の一本で伝えるべきものを楽曲一本一曲で伝えるなると凝縮しなきゃいけないですか、めっちゃ短いからね。そうだから正しいのなんだろうって思ったときに、自分が言いたいことの表現とかをしっかりまとめた上で、ちゃんとチェックしてもらって、アメリカで劇の脚本とかも書いてる友人にちょっと手伝ってもらって、で出来上がった、それがマジでいい。いい、それはじゃあもう達成感あった。めちゃくちゃリリック一番納得いってるかもしれないです。続いてはライブをテーマに話していきたいと思います。これもさ去年、はい、送ってくれてさ、その 3D のCG ライブのやつを見た時マジでびっくりした。20年か2年前か。あ2年前なんだ。もう2年前ですよ。あれはコロナ関係なく、それともそうなってからやろうと決めたんです。普通の配信ライブなんてやってらんねえなと思って。そうね、ステージで見る時って照明がバキバキにあったりとか、いろんな演出があるからおもろいじゃないですか。でも配信ライブってその自由に聞けるかもしれないけど、画面の中の演出をもっとちゃんと考えないと見応えなくなっちゃうっていうか、そうだね、おもろくないなと思っちゃうんで、尖ったことやってやろうと思ってやりますかっつって。いやでもあれはマジでびっくりした。だって結構さ、なんつうの、じゃあコロナがこう始まってきて割と早めの段階で早かったっす、作ったじゃん。そうっす。どれぐらいで作れるのあれって？構想から半年かかってないくらい、 4,5 ヶ月かな。ちょうどあの時にフォートナイトの方で、ね、トラビスかなんかがやったじゃないですか。やってたあれだと思って、いやすごい早かった。だからそう、もうあれができるならあれをやると思って、あの世界の中に巨大化したトラビスのごとく巨大化した何かを浮かべようみたいなとか、いろんなその絶対に現実世界じゃできない演出があるならできるんで、またやりたいとかある？ありますね。この間はそのそれこそアイズの世界観の時だったから、もう SF の世界みたいな、ね、決まってたけど、じゃあそれを今回の出したアートレスってアルバムとかもより日常 の、あの作品だから、それをこう日常の中で表現するにはみたいなのとかやれたらおもろいだろうなみたいなのを思ったりしますけどね。まあ、そういう意味で言うとこう有観客もね、もちろん今までライブしたことあるだろうし、その声出せてた時のライブも、まあ、あると思うんだけど、どういうライブしていきたい？大合唱したいですよ ね、まあ、ねお客さんと、それやっぱそのコロナ前は結構あった。お客さんありました、バーってあった。お客さんとの一体感って、マスク越し の、 あの目線とかだけだと、まあ読み頑張って読み取ろうと思えば、もちろんその伝わってくるものもあるし読み取れるけど、やっぱって思いません？いやもちろんそう思う。 そこに何だろう、マスクしてるからさ表情も見たいからさ、意識しすぎちゃって逆に、そうなんかちょっとこっち側のさ演奏だったりさ気持ちちょっとねブレるというかはあるよね。しかもこう MC の間とかがさやっぱこうスーンだからさ、そうなのよ、なんかこうおもろいことも言えないしみたいなね、せめて拍手をくれ、そうね、そういうのちょっと遅れてくるしね、ザザザザみたいなのあるですよね、マーガみたいなのは確かに起きるから ね、そうなんですよ。まあ、ここからまあ変わっていくとも思うんですけど、はい、それこそゴーゴーバニラズもオンクも今月ね、はい、開催される JA ベのフェスインスパイア東京に出演しますけども、ご一緒させていただきますと、ね、え、さっき聞いてびっくりしたんですけど、リーガルリリーと、そうなんですよ、もう対バンっす。対バンつうか、バトルじゃないけど、なんだその急にバチバチな感じ、対面でなんかやるみたいな感じですよね。確かにね、すごいね、新鮮だね。そうなんだ。でボーカルが実は地元の後輩ってことがこの間判明して、マジで、そうなんですよ、昔の活動してたエリアが結構似通ってて、
こういうところで育ったけど全然違う音楽性やっててさみたいな確かにでもなんかリリックの内容にすごい共感できるっていうか、そうあそこのフッサの、なるほど、なんか空港の時のあの辺のこうなんだろう雰囲気っていうか、あの辺なんか常にこう頭上飛行機が飛んでてみたいなそういう感じわかるみたいな、そういう歌詞もあるんだ、あるんですよ。はあ、そんな話で一通り盛り上がりました。あ、本当。じゃあライブもね、なんかいいバイブスが生まれるんじゃないですかね、それを願いますね。はい、じゃあそのケントがこうライブをまあやってきた中でめっちゃいいなと思ったバンドだったりとかライブはなんかいます？アンダーソンパークのカムダウンですね。カムダウン曲があって、最初に見たのはダブダブ X だったんですよ。マジで？今ではブルーノ・マーズと一緒にやる彼がダブダブ X やってたんですよ。そうなんだ。それ何年？2000、多分それ17年か18年の頭とかだったんですけど、でそっからその次に来たのがその18年の僕らが前以前出たフジロックのグリーンだったんですよ、その時のライブが神がかつて、やばすぎるこの人。あ、でそのフェスの一発目の曲がこれだったんですよ。心わしづかみにされて、うわーみたいな。中学2年生の時に昼の校内放送でかかったオレンジレンジさんの上海ハニーバリに上がりましたそれは相当な衝撃やね。ぶち上がった、俺も一緒だもん。そのそれで分かったわ、そのやばさが、ね、やばさが分かったそれです。はマジで羨ましいな。でも生で見れたらね、超良かったです。めちゃくちゃ勉強になった。続いてはウォンク以外の顔を持つケントがやってること、はい、まあ、いっぱいあると思うんですけども、はい、それについて聞きたくて、俺とのこう出会いも、まあ、最初はこう料理人としてさ、なんかこうブリもさばけるしみたいな、魚もさばけますんで僕とか言ってえこいつ何の人だっけって思って、最初なんかウォンクのボーカルだよなって思いながら、でもそのケントの家でご飯作ってもらったりとか、はい、もちろんうちでも作ってもらってすげえなと思ったのが、だいたいそのありもので作ったみたいなあるじゃないですか、ベタなこうカップルとかのやつって、あれ自分の家だからだいたい把握してるんですけど、してると思うんですけど、他人の家で適当にあったもので作りましたでめちゃくちゃうまいって何って思いました何も多分最初情報ないのに、その素材同士でこうなんか作り切ったのすごい。カルボナーラ、カルボナーラいましたよ ね、本当に美味しくて、なんかその普通の有効料理自慢とかじゃなくて、ちゃんとコースとかで出せるから、もうね普通に料理人なんだよな、そうですよね。そう、これはね、なんかその会った時も話したけど、その料理屋で働いてたっていう経歴があるじゃん。そうです、あの、シェフやってました、長らく、はい、それ何歳ぐらいの時？でも飲食自体は、まあ、マクドナルドから始まってますけど、15歳のそこから大学入ってずっと飲食でバイトしてて、で卒業してすぐいわゆるビストロの立ち上げやるからみたいな感じで、あのシェフやってほしいって言われて、それ大学卒業してから、そうす、卒業と同時ぐらい。でもさ、料理学校行ってたわけじゃないでしょ。大事です。なんでそこからこうシェフに、なんか大学の時代もなんかその独学っていうか、まあいろんなところでまあその勉強してて、でなんかそのいわゆるホームパーティーみたいなところで、お店にいくら払うんだったら僕に食材費とギャラ渡して、で同じぐらいの金額でなんかいろんなものが食べ飲みできた方がおもろいよねみたいなとって言って過ぎて、でなんかそういうところ人のところで料理する仕事をちょっとやってて、でなんかそんなこんなで噂がこう回ってくれてみたいな。じゃあ別にどっかで習ってたとか、その見習いみたいなことしたわけで？めっちゃでも見習いは超長かったです。あ、やってた。見習いっていうか、まあ師匠ももちろんいるし、そう、フランス料理、フランス料理が一番長いですね、とイタリアンが長くて。できないのあるの？その料理で。ありますよ。何料理？やっぱ音楽でもできないのあるのって、ね、あるじゃない。もちろんね。マジで一緒なんですけど、でも僕和食苦手かもしれないです。あんまりなんだろう、通ってきてないっていう。あ、そうなんだ。まあなんか美味しいわは作れるんですけど、いわゆるこう繊細な、もう超美味しい料亭とか、はいはいはい、かっこ屋さんに出てくるような和食が作れるかと言われたら僕は分かんない。なるほど。だからオペラはめっちゃできるけど演歌はちょっとのビブラートも分かんないみたいな感じだね。はあ。じゃあ現在もそのフランス料理ベースにまあ料理を作ったりとか、それこそイベントでプロデュースみたいな感じでやったりとか、やったりしてますね。フレグランスっていうのも、オリジナルの
香水のシリーズを出してるんですよ。へえ、ケントが。そうですね、まあ、こう香り決めて、うん、であの泉寛くんって、うん、まあ、いろんなブランドさんの香水作ったりとか、うん、まあ、調香師っていうか、まあ、香りのスペシャリストっていうのも正しいんですけど、うん、淡路に住んでて自分のアトリエも持ってて、うん、でなんならその植物も育てたりとかしてて、で蒸留所もあったりとかして、っていう、もう全部やってて、でその彼のセンスが素晴らしくて、うん、そうで彼と一緒にこの間まで出してたシリーズとかは、うん、楽曲の世界観を言葉とか音以外の広がりのところをこう香りで表現しようっていうのをシリーズでやってて、それは音楽はそのウォンクの曲だった。ウォンクの曲です。わ、そう、めちゃくちゃいいじゃんそれ。そう、だからちょっとこれからも引き続き、うん、フレグランス系は彼にこう頼もうかなと。いや、いいね。あとも彼が使ってるボタニカルというかそのハーブとかを料理の方にも使わせてもらったりとか、うん、お、使えるんだ。そうなんですよ、いっぱいもちろん使える。じゃあその音楽もまあもちろんやりながらそういろんなことを料理とかもやってると思うんだけど、それがなんかこう還元された経験みたいなのってあるの？めちゃくちゃあります。なんだろう、この間出したアートレスっていうアルバムの1曲目とかはクッキングってやった曲なんでもうそのままだ。もう僕が朝起きて飯を作りのどうこうして夜パスタ作りみたいな、そういうやつです。歌詞も？そう、はあ、ドストレートのやつ。あんまりそういう歌詞も帰ってこなかったじゃん。あんま帰ってこなかった。ただ他の楽曲の中にこう散りばめるそのフックのワードとして、例えば好きなネグローニっていうお酒のワードが入ったりとか、ウイスキーの名前が、うんうん、ブランデーの名前が入ったりとかもあるし、なんなら APEX ってゲームあるじゃないですか、のいわゆる FPS のそのなんか世界観がちょっとだけなんか散りばめられてるみたいなワードもあったり。そうか、エイペやってたもんね。のもあったりとかするし、ちょっとこれ聞きたかったんですけど、うん、自分でやっぱ体感したこととか、うん、何かこう思い描いてたこととか、日常の景色をこう切り取るみたいな、うん、それしかできないっていうか、モキ、うん、君どうやってんすか？俺はね、やっぱ映画とか例えば漫画とか創作物をよりその自分に投影するってことが多い。あー、わかる、それもやる、うん、そう、なんかドラマチックさがさ、やっぱ全然違うから。やる、わかる、やってた。そうそうそう、やります。それなんかそれでこう勝手に自分の中で映画を作っていく感覚になっていくのかな。わかるわ、うん、やっぱそういう自分が日々触れたもの、あらゆるものからやっぱり絶対に影響は受けてるじゃないですか。それは ね、うん、それはやっぱ日々めちゃくちゃ感じるっすね、うん、やっぱ数年前に書いた曲の自分だったら絶対今この曲書けないなとか あるし、うん、昔は表現できる幅がどんどん広がってきてるっていうのももちろんあるんですけど、いろんなものがこう成長していくにつれて、こう見えてくる景色がちょっとだん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 こう広まってくるっていうか、なんか見える世界がどんどん増えてくるっていうか、それによってこう生まれてくる新しい視点みたいな、わかるわ、あるじゃないですか。同じ物事だけど新しい視点がどんどんこう芽生え生まれていく、ある意味俯瞰でちょっと見れる、そうとか、そういったものが年を取るごとに変わってきてるからこそ、その時にしか書けない音楽ってあるなとも思いつつ、成長してきて初めて書けるようになった曲っていうか、やっぱ今が一番最高だなって感じ。もう常にそれはそうっすよね。ケントが最近出会った楽曲でこいつはすげーって思った一曲を教えてください。ジョージ。あ、え、クリンプス。クリンプスオーバース。やばいよね。うわ。この英語の歌を歌って日本人なんだよなみたいな。ね。日本語も歌うんだよなこの人。そうそう。だってあの彼がさやってた YouTube、YouTuber、はい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 、あれがもう半端ないじゃん。半端ない。超おもろい。だからそこのこの温度差がここまでグッとくるものになったのはちょっとやばいっていう、なんか。やばいよ、天才ですよね。ね。ピアノと歌のみじゃん。そう。ほぼ。あれは俺も衝撃的だった。はい、もうたくさんねちょっと今日話を聞かせてもらいましたけれども、お別れの時間がやってまいりました。あら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 、まあ、ウォンクとして、はい、そしてまあケントとして、まあ、5年後、はい、10年後人生続きますけれども、なんか野望とかあります？やっぱ自分たちがやってることを一個一個こう広げていくっていうことが、まあ、夢ではあるので、うん、自分たちの作った音楽、うん、それ以外の作ったもの、うん、
をいろんな人が触れて幸せになってくれる人がより増えてくれたらそれでいいんだよなって思うんですよ ね。だからやりたいこととか別に今やれてるし、うん、なんかそれを変わらずやってるだけだと思います僕は。それこそやっぱ海外に行ったりとか、うん、そう、まあ、そういう単純なシンプルにこう活動範囲の広さっていうかはもっと広くいたいなとか思ってますけど、絶対合うもんね、うん、いっぱい歌いたいし、いっぱい料理したいし、他のこともいっぱいしたいんすよ。うんうん、はい、そのためにはあれだよね、でも和食をもっと極めて海外で振る舞わないと日本食がこうね和食だよな、そう背負ってるよ世界は今和食です。和食ですね。そんなことあんのか、うん、じゃ10年後もちょっとね寿司でも握っといてもらって。あっちね、最近寿司やってんすよ。マジで家でやってんすよ。やりましょう寿司会。ちょっと俺の好きなお魚持ってあー、もうそれでお願いします。はい、今日はありがとうございました。ゴーゴーバニアズのボーカルギター牧達也がナビゲートしてきました。ワウミュージック、いかがだったでしょうか。今日はね、ウォンクのケントと一緒に話しましたけど、もともと友達なので、あのなんか久々の近況報告というか、すごくなんか楽しく話せましたし、男が見てもかっこいいそのなんかスタイルを持ってるやつなんで、なんかねこれからの彼の活動もすごく楽しみになりましたし、またさらに仲が深まっていくかなと思いました。次回のゲストはマカロニ鉛筆の服部くんでございます。彼はフェスとかイベントでも一緒になることがあるんですけど、あのなかなか話すタイミングがなくて、でも僕がこうちょっと話し合うんじゃないかなと思ったのが、 SE でビートルズのヘイブルドッグって曲を彼は流していて、もう僕はすごいビートルズマニアなんで、ビートルマニアなので、なんかそこら辺もシンパシーを感じていて、そういう話ができたらなと思っています。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は牧達也でした。